私のこうなんか暴れてるようなねオープニングがあったと思いますけども、まあそこにね、このエフェクト、まあ、人が増える、やつとかをすると私の分身が後ろをブン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 やってるみたいなのが簡単に作れちゃう。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。というわけでですね、はい、今回実写の方になるんですけども、以前紹介しました、超便利な動画編集ソフト Fimora、 こちらの新しいバージョンが出たということで、これのね紹介をさせてください。まあ、昨今ねいろんな場面で動画編集って求められると思うんですよ。まあ、TikTok にしたってそうですよね。SNS、まあ、YouTube もそう、もちろん。SNS 中心の、まあ、世の中なんで、まあ、何かしら、やっぱ動画編集ソフト、大なり小なり、皆さん触れたことがある人が多いんじゃないかと思います。まあ、もちろん触れたことない人もね、いらっしゃると思うんですけどもね、この機会にちょっと興味持ってるという方はね、最後までご視聴してみてください。すごいね、やっぱ編集ソフトなんです、これ。で、Fimora、これ14になってですね、新しい機能がもうたくさん追加されたということなんですね。まあ、この後ろにも出てますけどもね、まあ、以前もね、見ていただいたとは思うんですけども、いろんな機能あるんですよ。まあ、昨今 AI、発達してきてますから、AI によるね、音楽を生成したりもありますし、字幕を自動でつけたりとか、もうすることもできると、その精度も結構いい。精度になってたりします。はい。というわけでですね、このFimora、オールインワンソフト、と言われてるぐらいね、全部がギュッとしているこの機能を紹介していきますよ。スマホでもあると、いうことで、携帯機器でもできるし、PC でも、まあ、もちろんノートパソコンとかでも編集はできるというものになっております。まあ、そんな中ね、こんないろんな、あの、素材がある中、ちょっと特別あの一押しな最新のアップデートで追加されたようなやつ、こちらのをねちょっと紹介していきたいかなと思います。ここメディアを録音録画するウェブカメラを録画する、まあ、自分が今つけているね、ウェブカメラだったりね、PC 画面を録画する、さあこんな感じでですね、まあ、ゲーム画面全体、今 PC にゲームをね出してるんですけども、ワンクリックでこのスクリーンレコーダーを呼び出すこともできますし、動画編集中にやっぱあそこ撮りたいなと思って先ほどの手順で呼んで画面を録画するっていうことができます。やっぱ画面録画、録画と収録、そして動画編集っていうのはやっぱ一連の作業になりますので、絶対欲しいシステムというか機能の一つですよね。でこちら今私の、モニターが 4K なんでフルスクリーンだとこういうのになってますが、細かい設定まで決めれます。これすごいよね。あの名前はもちろんそう決めれるんだけども、どこに保存するか、そして、フレームレートはいくつか、これ大事ですね。で高品質とかそういう品質を決めたりとかね、まあ、カウントダウンが入るのかなどなど、マウスがね非表示になるのか表示になるのか、で録画のショートカットなどなどもあります。ここにマイクを入れるのか、などもねあるということで、まあこの設定が一連できたら、まあこれをまあ別の裏に置いといてもいいですし、デュアルディスプレイの人はね、まあこのままねこのレックボタンをポチッと押す、もしくはショートカットでもいいです。でこう録画開始しますよ。はい、録画開始しました。4K でも撮れるし、フル HD でももちろん撮れるし、これをあまり負荷なくできるっていうのはすごいいいですよね。まあ、この間撮れてるわけですよね。で、しっかり、じゃあシングルプレイやるよみたいな。これをもちろん編集ソフトに入れることもできるわけです。当たり前ですけども。はい。はい、戻ってきましたね。で、先ほど撮ったやつがもうほら、見てください。ここにあります。うん。これね。うん。はい。メディア日誌という感じで入れると、ほら、こんな感じでも、普通にね、あるということなんですね。これはね、まあ、やっぱ、オールインワンならではの機能ですね。うん。わざわざね、
その撮ったやつをどこの PC のフォルダに保存したかなって迷う必要もないですからね。はい、そういったね画面録画機能、これねめっちゃ便利だと思います。はい、さあ次にご紹介したい機能がこちらになります。スピードラッピング。はい、どんな機能なのかと言いますと、はい、編集画面で自分が編集したいところにちょっと合わせると、ここにですね速度を変えれるものがあります。で、この速度、一定速度というのをねクリックすると、ここで速度をいじれる、わけです。これがまあ一体何なのかというと、まあ例えばこの FPS をやってるゲームあります、これの速度をじゃあちょっと遅くしたいよ、早くしたいよっていうのを一箇所でできるっていうことですね。まあ 1.5 倍速ぐらいにしたいよと、まあ、適当にこうこのが 1.6 ぐらいにしたときにこういった動きができるということなんですね。それを逆再生もできるよっていうことなんです。これももう本当ボタンポチポチでできちゃう。でピッチを維持する維持しないがあったり、 AI のフレーム保管はできたりするんですけども、ここにスピードラッピングというのもあります。このスピードラッピングっていうのは一体何なのかっていうと、簡単に言いますと、自分で速度をこう自由自在に、ここの箇所だったら速くしたい、ここの箇所だったらもっと上げたい、速くしたい遅くしたいっていうのが任意のタイミングでできるっていうものになってますね。じゃあここにエフェクトをかけたいよと、スピードランプでいじったやつとかに、はいと、キルした瞬間にここのエフェクトをまあ何かにしたいなってなった時に、じゃあこの場合がアウトラインにしたい、これ入れるとここだけ武器がめちゃくちゃ光るみたいなっていうことが可能なわけですね。みたいなね、炎のなんかこう演出みたいなのもこれはなんか格ゲーっぽさのところに入れたりもするのもいいですし、実写にこう合わせるのもまあ楽しいんじゃないかなと思いますね。まあこういったエフェクトをちょっと紹介するとキリがないんで、また次に行きたいかなと思います。で次にご紹介したい機能あります。こちらスマート BGM ジェネレーターということでですね、スマート BGM ジェネレーター一体何なのかと言いますと、前もねちょっとだけ紹介したことある機能で、 AI により BGM を作ってくれ、まあ言ったらそういったものです。AI のこれスマート BGM ジェネレーターも書いてありますけども、現在のメディアの内容を分析してそれに適した BGM を生成できる。すごくないですか。だからこう私とかこのバブさん、ナミさんの3人のやつ、これは動画分析してくれるということなんですよ。ちょっと分析を待ちたいんですけどもね。というわけで、はい、分析が済んだということで、私とナミさん、バブさんのラーメンレポ、こちらの BGM 作ってくれたらしいです。ちょ聞いてみたいね、これはね。早速いきますよ。何なんかムーディーだね。完食。イエーイ。でこんな感じですね。分析して出してくれるといった機能なんですよ。いやすごいね。自分でその音楽を探しに行かなくても、まあ、これ何回もねある程度こう試して試行錯誤してこうバチッとハマる。音、それをね、こう作っていくっていうのができるみたいですね。今の BGM ですけども、サウンドエフェクトも、まあ、作ることができるということで、例えばオーディオ AI サウンドエフェクト、はい、いきますよね。こちらここですね、マウスカーソルのところね。まあ前にちょこちょここう作ってたんですけど、例えば人を殴る音ってここにね入れるとなんかこう候補をいくつか、こんな感じですね。音を効果音とかも作ってくれるっていう、ここにね入れる説明文を入れるとそれが出来上がってくると。水
の音みたいなのを入れて、生成って。いやー、こんな感じで、作ることができると。で、それをそのまま、はい、ドラッグで、ここの音楽のところに、タイムラインに入れることができると。という AI サウンドエフェクトでございました。そして、次の機能。キーフレーム。簡単に言うと、そのキーフレームを作ることによって、小さかった動画素材を10秒後にこのぐらいの大きさにするよ、みたいなことが簡単にできるっていうことなんですね。で、この映像のプロパティのところに、まあ、こう、いろいろと、ひし形のこの、マークありますよね。じゃあ、一番最初から始まって、この辺ぐらいまでで、一回カット入れたいよ。カット入れて、そこから自分の顔にアップしたい。だったら、まず自分のところ、ここの段階では私の顔のアップにしておきたい。ってなった場合ね、スケールが、まあ、ここの中を自分で選択してもいいと思いますけども、こうしておきたいと。ここの部分ではもうこのぐらいの大きさになっててほしい。っていうのはもう今のね、この中で設定しただけで、このひし形のチェックが入ってですね、キーフレームが追加されてます。見てください。徐々に私の顔にアップしてます。ね。こうやって、料理にクローズアップするみたいなのを自分なりに作ることができると。うん。で、これ、キーフレームですけども、まあ他にもいろんな要素があって、まあここに出てるんでわかるとは思いますが、はい、変形させる、回転させたりもできます。こうぐるっとね。Vlog じゃあんまりやることないと思いますけども、反転させる。もちろんこういうのもできますし、自分でマスクかけてね、ハートとか、まあ、まあ、ハートとかでもいいですけど、こう。これ、いや、このなんか、めちゃくちゃナミさん大好きみたいな、動画になっちゃうんだけど、いや、もちろん友達としては大好きですけどね。はい。こういったのがね、すごい便利っていうか、すぐできちゃう。AI ポートレートクロマキーみたいなのも、こうやって、勝手に、もう勝手にというか、自分が指定しなくても、ある程度人物を、捉えて、そこを自動で今度はね、こう、ネオンっぽく縁を取るよとかができるわけですよ。すごい。ソース言語がじゃあ何なのかって日本語にして、ターゲット英語にしたいぞって言って、で、はい。これで、見てください。英語翻訳完了してます。イエーイ、イエス。まだ完食しないと。すごい翻訳してくれてる。こんなのもあるんだ。いや、テキストのいろいろね、エフェクトもいっぱいあるんですけど、そのテキストを読み上げるラーメン企画、ラーメン企画って今ちょっとねテキスト作ったんですけど、いや、これいい機能だな。それとですね、もう新しい機能、もう一つ、なんかスマートショートクリップというものがありますね。クリックしてアップロードしたファイル、ここにドロップしますということで、自動である程度の編集をやってくれる機能っぽいですね。ちょっとなんか入れてみましょうか。まあ、わかりやすいように、先ほどの話の Vlog の方を、入れてみたいですね。自動にして、なんかテーマを決めれるみたいですね。うんうん。食品評価、生成してみますね。まあ、こんな感じで、出てますね。意外と字幕も綺麗に出てますし、なんかこう効果音とかもそうですし、どこをチョイスするかみたいな画面のクローズアップ、こう音楽効果音的なものも入ってますね。なんか字幕をこう追う黄色もいや、ちゃんと最後、てん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 っていう、なんか、ちょっと細かいのも入ってて、ショートらしいショートを勝手に作り上げてくれると。
で、こっからまた自分で編集していくことができるっていう、ものも あるんで、すごいですね。機能としては十分じゃないでしょうか。というわけでですね、ちょっと一連のもう紹介しきれないぐらいちょっと紹介してたんですけども、他にもいっぱいあります。もちろん自動字幕もね、前紹介しましたけども、数え上げたらキリがないぐらいあるということで、こちら、まあ素材の方さ、もちろんですが、最初に言いました通り、パソコン以外のスマホでも、まあ、使用できるということでですね、素晴らしいですよね。うん。まあこれはね、まあ機能も充実してますし、で、その量の多さ、そしてかゆいところに手が届くような、機能、コンテンツっていうのも AI とかを使ってね、今の最先端の AI とかを使って常にアップ、グレードしていってるっていう気がしますね。細かいところはどんどん AI によって補完されてるっていうのが、なかなか他の編集ソフトにはない、しかも直感的にプレイっていうか、これ操作できる、っていうのも大きいですね。手軽にできる、直感的にできる、で、それで完成したものが専門的な知識がなくてもそれなりに手の込んだ映像になってしまう。初心者の動画編集者、動画編集をして今からゲーム実況やりたいっていう人も、特にお勧めしたいものになってますね。これはね、いやーすごいな。まあ、詳しくはですね、概要欄にリンク貼ってありますんで、ぜひそっちの方チェックしていただきたいなと思います。ここまでご視聴の方本当にありがとうございました。よかったらね、グッドボタンとか押していただけると嬉しいです。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。